ーズの頂上決戦です。優勝戦第12レースです。対戦メンバーは1号艇矢野蓮氏、2号艇松村浩太、3号艇北村誠司、4号艇岡田紀之、5号艇佐藤大輔、6号艇深川真奈美、以上のメンバーです。目立った動きはありません。ゆっくりとインコースに向かいます。1号艇矢野蓮氏、今節は内外関係なくオール2連隊と構想、優勝戦は絶好枠で登場です。2コースには2号艇松村浩太、松村は今節ここまで4勝です。地元水面で久々の美酒を目指します。3コースは3号艇北村誠司、準優は指しての白星をマーク、冷静な立ち回りでここも優勝を目指します。4コース角に4号艇岡田紀之、前節に引き続き2節連続優勝となりました。5コース5号艇佐藤大輔はシリーズ2日目からリズムアップ、ここはキャリアボデーを交換しての登場です。6コース6号艇深川真奈美、今節は男女混合のシリーズも巧みなさばきで、これでトーチ3節連続優勝を決めています。3対3定番通り進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3号艇北村、1号艇の矢野、コースタートを切っています。1周1マーク、まずはインから逃げ体勢、1号艇の矢野、刺す2号艇松村にまくり刺す3号艇の北村、内からは4号艇岡田が続きます。トップ争いはまくり刺した3号艇北村、外は1号艇矢野、2艇のトップ争いに最内から迫っていく2号艇松村、その後ろは5号艇佐藤に4号艇の岡田、6号艇深川と続いていきます。スタートは正常です。1周2マーク、振り切る1号艇矢野が旋回、小回り4号艇の岡田に、外は3号艇北村と2号艇の松村が続いていきます。先頭1号艇矢野に内から並びかける3号艇の北村、3番手争いも2号艇松村に、外は5号艇の佐藤、その後ろは離れて4号艇6号艇の順で2周1マークにこれから向かっていきます。振り切る1号艇矢野が旋回、内をつく3号艇北村、3番手は2号艇松村に握っていく5号艇佐藤、振り切った1号艇矢野蓮氏、4艇身とリードを取りました。単独先頭です。2番手は3号艇北村、3番手は2号艇松村優勢、外から迫っていく5号艇佐藤、その後ろは4号艇の岡田、6号艇深川の順で2周2マークです。1号艇矢野蓮氏が先頭、2番手は3号艇北村誠司、3番手は2号艇松村、切り込む5号艇の佐藤、ホームストレッチに戻ります。3番手争い2号艇の松村に、内から5号艇の佐藤が並びかけて3番手争い、その後ろは離れて4号艇岡田、6号艇深川の順で最終周回です。先頭は1号艇矢野蓮氏、2番手3号艇北村誠司、3番手は5号艇の佐藤が先に旋回、差し返しを狙う2号艇松村でバックストレッチに入ります。3番手は5号艇の佐藤、逆転になったか、内からへさきがかかって再び並びかける2号艇の松村、3番手争いは最後まで続きそうです。今年3度目通算18度目の優勝に向かうのは先頭1号艇矢野蓮氏、2番手3号艇北村、注目3番手は2号艇松村、内かわすか5号艇佐藤、3番手は5号艇佐藤と2号艇松村と接戦です。先頭1番矢野優勝の五輪、1番手3番北村五輪、3番手は5番2番接戦で五輪、4番岡田、ラストは6番深川が